はい、どんちゃー、ササヤンです。本日もニュースを続いていきましょう。今日前半の題は、小泉進次郎が夫婦別姓を個人的には賛成だと言っちゃいまして、これきっかけに SNS が大炎上しちゃったお話と、後半は家庭用の太陽光がなんと防災無線を妨害し聞こえづらくするってことで、小池百合子はどう落とし前を作るつもりだと、そんな話をお伝えします。僕の喋りを聞いて目のつけた方がいいねって思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずは進次郎の荒れすぎる話題から。 FNN プライムオンラインより見出しがですね、初めての総裁選毎日必死だ、立候補の意向表明の小泉進次郎氏が選択的夫婦別姓は私個人として賛成だということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。自民党総裁選に立候補の意向を表明している小泉進次郎氏は2日東京都内の自身の事務所で記者団に対し、自分にとって初めての総裁選になるから毎日とにかく必死だと述べました。はいはい、ストップストップです。話ちょっと変わっちゃうかもしれませんけども、すごく大事なことなんでこの場で言わせてもらいますけれども、総裁選の候補予定者はですね、このタイミングで中国の領空領海侵犯について何か一つでも言ってほしい。中国は日本の政治が今混乱してると思ってですね、革新犯的に乗り込んできてるんで、それに何も言わんというのは平和ボケが過ぎると思いますし、そんなに脇の甘いやつが日本の首相になるだなんて、もうまっぴらごめんだ X っていう感じですよと。で、選択的夫婦別姓について私個人としては賛成だと強調、6日の総裁選出馬表明でしっかり話をさせていただきたいと述べた。おーっと、いきなりのビーンボール。さすが甲子園を目指した男だ。彼は常にすがすがしいが、言ってることには首をひねっちゃうと、馬脚を表すというのはこのことだと思いますけどもね、この話は後ほどに一旦記事に戻りますと。で、石破茂元幹事長が主張している防災省の創設については現在の体制を強化するべきだとした上で、新たな組織が必要か、それとも今の組織の中で連携を強化していくべきか、今回の総裁選でも大いに議論して方向性を決めていく話だと述べました。一方で、麻生派に所属していた議員の秘書が2017年に派閥のパーティー収入から裏金を捻出していたという証言の報道について、小泉氏は改めて報道を受けて関係者の説明がしっかりなされることがまずは大事なことだと述べました。おしまい。ということで、最後の下りの麻生派の裏金問題、詳細つかめていませんけども、毎日新聞の記事によると、麻生派のその浦健太郎氏が、この方は2022年まで衆院議員を務めていた方ですけども、政治資金収支報告書への不記載問題を発覚し、その2022年ですね、辞職したっていう方なんですが、その後の証言と調査によって、裏金370万円があったということで、なんで麻生派も裏金作ってんじゃないかと、そういう話に今なってきているんですけども、ちょっとまだね、全容がつかめてなので何とも言えない部分はありますけれどもね。ただもしこれが麻生派全般に当てはまる事案であったとするならば、河野太郎が僕が総理になった際には裏金を全額返納させるって、あの言葉が大ブーメランとして後頭部にぶっ刺さるかと思いますけどもね。個人的にはかなり面白いニュースです。で、ここからちょっとですね、軌道修正かけていきますけれども、小泉進次郎氏の夫婦別姓賛成の件、そもそも論で恐縮ですけども、なんで夫婦別姓にしないといけないのか、僕にはいまいち今に、いや今さんくらいですね、本当によく分かんなくですね、おそらく最大のメリットといったらですね、別姓ならば結婚後も旧姓のままでいられるっていうね、まあ、そういったところなんでしょうけれども、でも正直結婚後も旧姓のまま仕事をしてる女性って結構僕見かけるんですよね。田舎に行ったら分かりませんけれども、東京だとか地方の県庁所在地レベルではですね、名刺上の名前というのが昔のままって女性とかね、僕結構見てきてますもんで、もしもっと大っぴらにですね、旧姓で活躍したいというニーズがあるんだとするならば、法人法とかそっちの方ですね、名刺やお名前プレートについては旧姓のまま引き続き使われたとかですね、そっちに変えていけばいいと思います。なんでわざわざ根っこの部分にですね、手を入れようとしてるんでしょうか。あとよく言われてるのが、クレジットカードで名前が変わっちゃうと作り直しだとかね、引き継げないとか、そういう支障があるようですが、それこそマイナンバーを使ってればですね、名字がどうなろうが予診管理はマイナンバーに紐付いていくので、金融カード等の問題についてはそれでほぼほぼ解決できると思います。逆に夫婦別姓の最大のメリットといえばですね、子供の名字ですよね。例えば小林さんと佐藤さんって方が結婚なさって、そんで第一子が生まれた場合、その子供は小林になるんでしょうか、あるいは佐藤さんになるんでしょうか。これ絶対揉めますよね。やっとこそ生まれた子供が名字の取り合いっこになってですね、そのおかげで夫婦仲が険悪になるってね、まあ、そういったこともありえますし、さらにですね、第二子が生まれた場合、上のお兄ちゃんが小林なんだから、じゃあ次の弟はバランス取って佐藤にしようかってね、夫婦はそれでいいかもしれませんけども、子供の立場で見た場合、兄弟なのに名字が違うってケースも出てくるかと思います。いや、そんな
な馬鹿げたことを親がするかなって思いかもしれませんが、過去に自分の子供の名前にして悪魔と名付けて出生届を出そうとしたあたおか夫婦もいますからね。あの悪魔ちゃん事件ってやつですね。全然だからあり得る話です。あとコメントの上も見ますと、現行ではですね、相続権が認められていないだとか、税金の控除を公的優遇を受け取りにくいと、これはおそらく家族との関係性を説明しづらいということから発生してるね、そういったものだと思うんですが、まあそれも確かにそうでしょう。夫婦別姓を実現するためには付随した法律も一緒にいじらないといけません。その部分どうするんでしょうか。もしかしたらこの手の戸籍の証明についてはですね、マイナンバーをちゃんと入れればですね、まあ終えるかもしれませんが、でも夫婦別姓を唱えている人ほどですね、実はマイナンバーに消極的でね、もうわけわかめな感じがしますよと。あと僕地味に思ってるのが、お墓の問題があると思ってまして、お墓って何々家先祖代々の墓ってのそういったのが一般的じゃないですか。でも夫婦別姓にしちゃったらば、小林さんは小林家の墓に入るんだけども、その奥さんが佐藤さんだった場合ね、小林家の墓に入るんでしょうか、あるいは実家の佐藤家の墓に入るんでしょうか。でもしですね、佐藤っていう奥さんが小林家のね、旦那の小林家の墓に入るとなると、その時点でそのお墓はですね、小林家先祖代々の墓ではなくて、小林家先祖代々の墓 with 佐藤みたいなね、まあそんな風になっちゃうみたいなね。あるいはですけども、新たに夫婦別姓専用のお墓を建てて、小林佐藤のダブルネーミングでですね、墓を維持していくっていうことなんでしょうか。今両家墓っていうね、ダブルネームのお墓があるそうなんで、そこまで考えているということであれば、まあ結構なことだとは思いますが、僕の実家のお墓にですね、僕の苗字ともう一つ別の苗字を掘られちゃったら、かなり微妙というか、それはちょっと想像できないっていうか、最も根本的な部分において、いつも疑問に思ってるのが、現状と夫婦別姓どっちがどのようにメリットあるとかデメリットあるとかね、そういった風に比較するのは僕は全然いいとは思うんですが、でも夫婦別姓声を大にして唱えてる人ってほぼ全員が、外国では夫婦別姓が当たり前ですって言ってますでしょ。あれマジで意味が分かんなくて、世界的に保存資料も含めてですね、最古の部位の歴史があるこの日本が、なんでよその国を真似をしなきゃいけないんでしょうか。これって言い換えれば、よその国が真似しようと真似できない特徴じゃないですか、日本のね。なんでその特徴をわざわざ捨てようとするんでしょうか。今人を育てる時にですね、子が大事って言うじゃないですか。一人一人個性があってみんな違っていいんだよと。それを彼らはですね、多様性というふうに呼んでるんですが、その脈絡で言ってしまえばですね、国のあり方も一緒ですよね。国にはそれぞれ特徴や個性があって各国違っていいじゃないかと。国にだって多様性があるべきじゃないですか。ところが多様性を唱えている人らがですね、国のあり方については多様性を認めないって、これおかしくないですか。日本の国の個性や伝統、なんで他国に右に倣えて潰さなきゃいけないんでしょうか。日本の伝統、日本の文化は国としての多様性の一つです。欧米流の価値観を強要することこそが間違ってんだよと思ったからですね、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いしますと。で、進次郎の話にちょっと戻しまして、彼が変に多様性に偏っちゃうのはですね、もしかしたら奥さんのせいかもしれませんね。滝川クリステルって夜行さんがですね、フランス人じゃないですか。で、フランス人といえばですね、もうフランスパリのね、今回のオリンピックでね、あんな感じになっちゃうじゃないですか。ですからもしかしたら奥さんの影響もあるのかもしれませんけども、ただ残念な人だと思いますと。彼を首相にしてはいけませんと。さて、お次はその進次郎も関わっている太陽光のかなりヤバめなお話を、日経クロステックより見出しがですね、太陽光発電で防災無線に障害の恐れ、東京都のパネル設置義務化を前に総務省が警鐘ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。ここ数年我々の把握する電波障害が急増している。総務省総合通信基盤局電波部電波環境課の今泉電波監視官はこう話す。2021年以降、太陽光発電システムが発する不要電波によって通信が妨害される障害が疑わしい事例も含めると44件発生している。背景には家庭用太陽光パネルの爆発的な増加がある。ちょっと太陽光発電が通信を妨害する、しかもメガソーラーの方ではなくて家庭用の太陽光が通信を妨害するって、まるで緑のタヌキにでも化かされたかのようなせいシャレにならないお話ですだと。で、影響を受けやすい周波数帯は数十メガヘルツから百数十メガヘルツ帯だ。中でも影響が深刻なのは防災無線で完全に遮断されてしまったという報告もある。地震や津波といった災害から人命を守るための警報が届かなくなる恐れがある。マジ嘘でしょ。南海トラフがどうのこうの最近騒いだばかりだっていうのに、いざって時に太陽光がその無線を届かなくしてしまうって、再エネ議連で総裁選にも立候補している河野太郎と進次郎にこの辺がっつり聞いてみたいわと。で、また
他にも消防無線に雑音が入って聞こえづらくなったり、テレメーターが妨害されて数ヶ月間データが届かなくなったりする障害が確認されている。一方で携帯電話や無線 LAN、 テレビ放送などに影響が及んだ例はないとしている。っていうことは、周波数の帯域が高いものは影響せずに、帯域が低いものは影響が出るということなんでしょうかねと。で、不要電波の直接の原因とされているのは、太陽光パネルで発電した電気確保直流電流を家庭用の電気確保交流電流に切り替えるパワーコンディショナー、通称パワコン、そのパワコンから副次的に不要電波が発しているケースがあるという。なお、無線設備に重大かつ継続的な障害を与えると、電波法第101条第82条第1項に基づく障害除去命令の対象となり、設置者による対策工事が必要となる場合がある。あら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 と、戸建てに太陽光を義務化するような東京都では、この対策費用も予算に盛り込んでやっていかないと、いざ太陽光をつけた途端にですね、追加で対策工事100万円なりなんていう風になっちゃったらば、目も当てらない感じですよ。この点どうするつもりでしょうか、小池百合子のやっこさんはと。で、ちなみに、いきなり命令が下るケースは少なく、まずは民間同士で相談するよう進めている、とは前室の今泉監視官。だが、災害対策の要である防災無線に悪影響を与える恐れがある以上、太陽光発電システムのメーカーや設置者は、無策のままではいられない。これを尋ねられた河野太郎が、所管外ですって言ったとか言うとか、いや言っててもおかしくはないけど、あの男はね。小泉進次郎もそうですけども、再エネ議連はこういった問題が起きた際に真っ先に会見開いて事情説明しろって言いたいと。で、総務省は5月14日日本電気工業会と太陽光発電協会に無線通信への障害防止対策についての周知徹底と対策への協力を呼びかけるよう依頼文を送った。また2023年12月20日にも自治体宛に同様の依頼文を送っている。すいません、半年に2回も送ってるんですか。結構切羽詰まってる感じしますけどもね。これ東京都は気づいてるんでしょうか。もうちょいしっかりこれ見てほしいと僕は思いますけどもねと。で、総務省は設置者による対策の一つとして、国際規格のシスプル11第 6.2 版に適合認証を受けた装置を使うよう進めている。シスプルの基準に適合すれば、不要の電波が一定値以下となることが確認できるため、障害発生の可能性を抑えられる。だが、シスプルの国際規格は日本国内で強制力を持ちませんって。おいおいおい、もう一回すごく言いますけども、南海トラフの地震が来るかもって言ってる最中にこんなのんきで大丈夫でしょうか。僕はあまりに驚きすぎて、イナバウアーをやった後にマトリックスまでやっちゃいました。おかげで腰を痛めてしまって、誰か僕にサロンパスを3枚ほど譲ってくださいと。で、総務省以外にもシスプル基準への適用を進める動きがある。例えば資源エネルギー庁は今年4月、太陽光発電の売買について定めた事業計画策定ガイドラインを改定した。電磁波対策を行い、周辺環境への配慮をするよう求める旨を追記し、具体的にはシスプル11第 6.2 波に適合した機器の使用を挙げたのだ。これって話が変な方向に向かってませんか。この記事のテーマというのは、太陽光を導入した際、防災無線を邪魔するものって言ってたのに、最後の方になってきてですね、電磁波対策もしましょうって。これもしかして太陽光って体にも悪いんでしょうか。パナウェーブもびっくり一個決まるとで、またシスプル以外の対策としては、電力線の遮断など施工方法を留意することで影響を低減できる。季節のパネルについてはノイズフィルターを設置することによる対策も可能だ。2022年10月に太陽光発電のパワコンが原因で放送用無線回線にノイズが入る事案が発生した際には、パワコンの直流線に高周波のフェライトコアを挿入したところ、放射ノイズが低減されたという。おしまい。ということで、この記事長文につけてところどころすっ飛ばしております。全文資材概要欄からご覧ください。で、総務省のホームページを確認しましたところ、具体例が出ておりまして、例えばですけどもね、事例1として、約770メートル離れた太陽光発電所からの不要な電波によって、漁業指導用の無線局において通信にノイズが入り受信ができなくなった。不要電波を発している系統を特定し、 EMI フィルターを挿入することで障害を解消したと。それから事例2としてですね、約150メートル離れた家庭用太陽光発電から不要電波によって、放送用受信所において通信のノイズが入るようになった。パワコンの直流線に高周波のフライト化を挿入したところ、ノイズが低減され、放送受信所への影響はなくなったとのことでして、基本的な対策としては、記事の中にも出てきましたけども、シスプル11の第 6.2 版にですね、適合しているパワコンディショナーを使えばですね、
ほぼほぼ大丈夫ということらしいんですけども、ただ厄介なのはですね、太陽光発電に使うこのパワーコンディショナーって中国製が主流となっていて、特に高いのはですね、ファーウェイ製のね、パワーコンがシェア高いんですよね。で、先ほどファーウェイ製のパワーコンを調べてみたらですね、シスプルに関する情報が載ってなくて、僕が情報を洗えてないだけなのか、あるいは本当にシスプル11に適合していないのか、わからないのが不気味なんですよねと。で、それと、もう二つほどね、懸念点申し上げますと、まず一つ目、今、太陽光のブレイクスルー製品として、ペロプスカイド太陽光というのは、簡単に言っちゃうと、フィルム型の太陽光発電、まあ、パネルみたいなんですね、硬いやつじゃなくて、やわやとした材質で、光も通す発電なんで、窓ガラスにスモークを貼る感覚で設置できるという、まあ、そんな技術がですね、間もなく登場するということで、これだとですね、ピカピカ光った太陽光パネルも不要になりますし、設置場所も自由度が高くなるので、いいって言えばいいんですけども、そのペロプスカイド発電を導入するにしてもですね、結局パワーコンは同じものを採用すると思われるので、防災無線の妨害等はなくなるわけではないんですよねと。それからもう一つ、どっちかというとこっちの方がより重要かと思いますが、昨今言われている自衛隊基地付近の太陽光発電システム、総務省の先ほどの事例によれば、一般家庭の太陽光発電システムからもですね、有害電波が出ているということなので、そうすると自衛隊の無線に影響なんか出ないのかしらと、そういう疑問も湧いてきます。自衛隊の小さな駐屯地などはですね、こんなに近くなのってぐらいですね、住宅地の付近にあるので、なんか問題起きなきゃいいけど。あと補足情報としてこんな話が SNS で飛び交っておりまして、 NHK が毎週土曜日にやっている所さん事件でしょという番組があるそうなんですが、そこでこの妨害電波の特集が組まれたことがあるそうでして、で僕ねその番組見てはいませんけども、その番組のディレクターが太陽光発電システムを製造または販売している企業10社に問い合わせをしたところですね、全ての企業が取材 NG ということになっちゃいましてもう太陽光が一段と怪しく見えてしまったというですね、シュールなオチがありました。なのでこの件に関しては小池百合子に聞くのは当然、再エネ議連の中心メンバーで、かつ今回総裁選にも立候補している河野太郎と進次郎には、防災無線を邪魔する太陽光の件について総裁選の討論会で詳しく説明お願いします。ということで今日も話が長くなりましたので、これくだんして最後はほっこりのかけで締めたいと思います。小泉進次郎の妻とかけまして、秋の味覚を放置するとときます。その心は栗捨てるなんか小耳に挟んだ情報によると、今自民党内では10月15日くらいの選のですね、衆院解散があるとですね、そんな話で動き出してるそうなんですが、この情報をたどっていきますと、あんまり力がなさそうな議員さんのお声だったんでね、僕は半信半疑なんですけども、自民党の中ですね、マグマがグニグニと動き出してるということで、本日も面白かったためになったらですね、チャンネル登録、犬ボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。